木下雅昭ミュージックパレット。皆さん元気ですか？木下雅昭です。ミュージックパレット、この番組は青森はもちろん全国で活動しているアマチュアインディーズミュージシャンの音源を紹介しまくるミュージックプログラムです。今回は特別版として更新します。ということで今回はこの方々と一緒に進めていきます。どうもこんにちは、フラフボールギターボーカルのヤッポンです。はい、3度の飯より飯が好き、フラフボールベースの吉田ですよ。そして今回は初登場の方がいますので、はい、あ、市内でイベントをやってるハガです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はね、あのフラフボールのね、ヤッポンこと岩立康代さんと、はい、そしてベースの吉田司さんと、はい、そしてねイベントをやっているというハガ、ゆうきさんゆうきさんの方に進めていきます。ね、今回はねこのメンバーでね賑やかに、はいはい、そしてね、はい、ライブ告知なしということで、それは違いますよ。あるの？ありますよ。そのためにこう来たんですから。おー、初耳。ひどい。あー、了解しました。ということで行ってみましょう。木下雅昭ミュージックパレット特別版、音楽で心に彩りを、ね、ということでね、あの今回はねライブ告知しに来たと。そうですね、うん、はい、堂々と言ってますね。そうです。はい、で今回ねお送りする、ね、曲はですね、そのライブにちなんだ、そうなんですよ、ミュージシャンの音源をかけていこうということなので、はい、では早速1曲目に行きましょうか。はい、栄一郎さんで走れコロタン。お前はいつもじいちゃんと公園まで散歩したんだろう、覚えているかい？でももうじいちゃんはあの世へ行っちゃった。だから今度は僕と散歩するんだよ。走れコロタン、うちのじいちゃんがいつも呼んでた。走れコロタン、悲しみを振り払って。お前はいつもじいちゃんとどの道を散歩したんだろう、覚えているかい？お前と今歩いてるこの道がじいちゃんと歩いた思い出の道かい？走れコロタン、うちのじいちゃんを思い出して。走れコロタン、寂しさを振り払って。走れコロタン。絶対わざとっすよ。お送りしました。え、エイチロ出るんですか？あ、出ます。出るんだ。出ます。そっか、やっと出てもらえます。あのエイチロは結構このミュージックパレットに出てるんですよ。そうなんです ね、結構下水話しかしないんですけど。いやだエロイチロ。ということでミュージックパレットね、はい、今日は特別版としてやっていきます。でね、今回はですね、ゆうきさんの初登場ということなんで、はい、まずね恒例の質問をぶつけてみようかなと思います。出ました。なんだこの
はい、人気番組、はい、自分で言って恥ずかしいんですけどミュージックパレット聞いたことありますか、ありませんか。名前は知ってます、聞いたことないっすごめんなさい名前だけ知ってもらっても、ね、嬉しいよね、うん、名前はよく知ってます。じゃあゆうきさんお帰りになってひどい告知をさせてください、ね、これを機に聞いてもらえたら嬉しいですね、はい、じゃあよろしくお願いしますよ。はい、はい、お願いします。ということでね、あの初登場ということなのでね、はい、ゆうきさん、はい、ご紹介をしてもらってよろしいですか。あ、そうですね、市内で去年からイベントをやっている羽賀ゆうきと言います。まだ若いです21です。若者向けのイベントをやってて、すごいやり始めたばっかりだって、すごいちょっと慣れてないんですけど、楽しく入りやすいイベントを心がけてやってます。よろしくお願いします。よっ、ね、そういうね、なんか盛り上げたいっていう気持ちが今伝わってきたので。そうですね、まだね、今年初めてやったんですか。去年です。去年、あ、話聞けって話です去年からやってみてどうですか。はい、あ、でもやる前から結構イベントのスタッフとかをすごいやってて、それでここ、あの僕が企画やってたリベラルファミリアっていうイベントがあって、その時はゆきちゃんはずっとこうスタッフで見ててくれたのもあって、うん、そうですね、高2くらいからずっとやってるで、スタッフはやってて、それでイベントだったんで、そんなにまああれですけど、けどやっぱ一人でやるのは本当に大変で、ライブ企画って本当に大変ですよね。ですよね。私もあの過去にライブ企画何度かしてますけども、はい、本当大変でした。そうですよね。本当にあの栄一郎みたいな下水やつが来て、もう喋る内容下水話ばっかしなんですよ。いやー、でも大変ですよね。大変です。まあ、H ローファンの皆さんすいません、これあのフィクションです。ノーマつかないですね。まあいいや、H の話、まあ、大変ということで、まあ、もうほとんど言われて、リングって、うん、ちなみに名付けたのってなんか理由とかってあるんですか。そうですね、結構かっこいい名前を最初すごいつけようと努力したんですけど、結局なんかすごいみんなで輪になって一緒に音楽を作るって意味でのイベントは今増えてるんですけど、なんかなんだろう、年の結構上の方とかがやってるイベントが多くて、多分市内でイベントをやってるのは最年少なのかなって思うので、とその中でどんどん輪を作ってやっていけたらと思って名付けました。しっかりしてますね。そうですよね、若いのに誰かさんに私 の, あ, のあだ名、ね、誰かさんにあだ名つけられて大統領って言われて、それホワイトハウスやる俺とは違いますね。ということでね、私の話はどうでもいいんですけどね。ということでね、じゃあ曲に行きましょうか、うん、はい、じゃあ続いて、じゃあゆうきさんに紹介してもらってよろしいでしょうか。どう、ビーミングチャップリンで空虚な部屋。今日は眠れない。
普通は夢をさまよい歩き、それでも君に思い合わせて決して言えない気づらいさんで回る時計の秒針止めて進んだ時間を巻き戻して君のいない世界に意味あってない虚な部屋をお送りしました。ではね、プロフィール紹介してもらってもよろしいでしょうか。はい、とですね、まずボーカルが松木さんという方で、ギターコーラスでとカナダ人のダンという方がやっていて、とギターの新山翔平くん、他のバンドもやってて、とドラムの女性美人のカナピーさんと、超可愛いですよ。そう、すごい可愛いんですよ。細いし、このぜひ呼びましょう。あ、呼びましょう、はい、よろしくお願いします。 あとベースの諏訪さんです。すごいストラップが長くて印象的な、そう、すごい活動的にやってるので、と見る機会も多いと思います。そう、ぜひ見ていただきたいバンドです。このリングの2番手に出るんですか？3番手です、はい、に出るということなのでね、はい、まあ、ライブの、ね、詳細は後ほどね、うん、はい、紹介してもらいますので、よろしくお願いします。はい、では、ゆうきさんにね、はい、お話を伺っていこうかなと思います。はい、緊張。音楽に興味を持ったきっかけって何だったんですか？はい、あ、どうだろう。あ、でも、もともとはそのいろんなバンドのを聴いてて、こう中学校の時にエルレガーデンっていうバンドを友達に勧められて聴いて、はい、それで興味を持って友達のライブに行ったのがきっかけですね。そっから始まったんですね。で、それで自分でもちょっとバンドをやって、辞めてずっとスタッフをして、今は主催者です。あ、今じゃあバンドはやってないんですか？やってないですね。やりたいなとか ありましたけど、今はイベントに集中してどんどんバンドを若いのを増やしたいなとは思ってるんですけど、なかなかできない。考え持ってますね。そんなのできなくて。若いのに、若いのに、ね、まだピチピチのいや、若いくてもこういう人がね、青森の音楽シーンを支えているって考えたらね、嬉しいですね。そうですね、うん、ということでね、2人から見てゆうきさんってどんな人ですか？そうですね、まあ
もともと僕はそのスタッフで、はい、よくお手伝いしてくれたっていうのもあるんですけれども、まあ、今フラフボールというバンドで活動しててもよくライブハウスには遊びに来てくれるし、うん、そうですね、そうすごいいつも見てる気がします、フラフよく見ているですね、とても話しやすくて、はい、なんかそのスタッフやってていつも思ったのはやっぱりこう何かとこう責任やっぱちゃんと持って仕事に取り組んでくれるいい子だなっていう、どんどん褒めてください、はい、すごい嬉しい、思います、色が白い、ヤッポンはどういう印象を持ってます？本当ですね、やっぱり可愛い妹みたいな感じです、勝手に褒めてますね、すごい恐れ多くてもいやいやいや、こんな私とも話をしてくれるから、ね、すごいなんか人気なんでしょうね、いや、うん、そうですね、やっぱり頑張ってくれてますよ、このリングっていうイベントのためにもそうですけども、うん、はい、ね、ということでね、じゃあゆうきさんがね、すごい褒めたたえられていたのでなんか曲に行きましょうか、そうですね、はい、じゃあ吉田さん紹介してもらっていいですか、はい、次の曲はフローズンケーキバーでパンデミック、ケーキバーパンデミックをお送りしました。フローズンケーキバーのはいプロフィール
あ、そうですね、はい、紹介してもらってよろしいでしょうか。はい、フローズンケーキバーはですね、2012年2月に山形で結成し、それと同時にですね、レコーディングとライブ活動を並行して活動しているバンドなんですけども、東日本を中心にライブを行っていて、現在シングルとミニアルバムを合計5タイトル、そして去年2013年にはですね、フルアルバムを2枚全国リリースしていまして、ラジオやテレビ、そして雑誌等のメディアでも活動をしています。そして不思議なアンバランス感がグループの揺るぎないスタイル、サウンドを構築し、異端かつ特徴的なスタイル、サウンドがさまざまな層のオーディエンスで、今そのオーディエンスの人たちをですね、ギルドって呼んでるらしいんですけれども、より急激な支持を集め活動しているバンドです。はい、全部ホームページから書いてきました。で、今回そのゆうきちゃんの企画リングボリューム3にもですね、山形から来ていただくわけですけれども、はい、神時々悪魔聖地巡礼ツアーゼロというタイトルでですね、今月 の8月16日に地元の山形からツアーが始まりまして、今も10月までで、東京とか、仙台、そして、今回青森と10月までで14本、もう今ライブが決まってるみたいなんですけど、多分まだ増えるかなっていう感じで。すごいですね。そうなんですよ。14本やる。そしてフラフボールもですね、先月7月秋田のクラブスインドルでですね、一緒に共演させてもらったんですけれども、本当にかっこいいバンドで、はい。昨日会って話したんですか、メンバーの人と。あ、そうですね、はい、僕はもともと前から交流があって、はい、そのライブハウス、含め打ち上げでもメンバー全員お話をして、とてもなんかこう、サウンド、今聴いてもらった音楽もそうですけども、本当全員かっこよく、そして優しいメンバーなんで、はい、いい人、いい人っす、はい、素敵。やっぽんさんはちなみにその話してどんな感じでした？見た感じは、本当にかっこよくて圧倒されるんですけど、話すととてもフレンドリーというかフランクな感じで、はい、こんな私にも話しかけてくれて話しかけられると嬉しい。どんなですね、なんかキャンペーンも、はい、今こうツアーのキャンペーンがやってるらしくて、まずホームページからですね、メンバーの人気投票っていうのをアンケートもやってるみたいなんですけども、そして YouTube でですね、こうライブが終わると次回予告動画をまずチェックしてもらって、その各ライブ終了後にですね、配信される次回予告でキーワードが発表されるみたいなんですよ。でそれを物販でこうメンバーにこう先着3名で喋った方っていうのは直筆のサイン入りの聖地巡礼チェキをプレゼントしてる。すごい、はい、そして、今僕今日持ってきてるんですけど、こういったフローズンケーキバンドで T シャツとかも売ってるんですけども、あとワークシャツも販売してるらしく、でこれを着ていて、でなおかつ物販で購入された方っていうのはガチャガチャやってるんですよ、物販で。それが1回無料と。あ、はい、ガチャポンですか。ですね、やってるみたいなんで。わ、あれ欲しいな、ガチャポン。楽しそう。多分サンシャインでもリングでも多分持ってくると思うので、ぜひぜひ皆さん物販買ってガチャガチャやってもらえれば。ステージに上げるのかな、そのガチャガチャは。ガチャガチャは多分物販スペースに。あ、物販、はい、そっちですか、はい。結構、ね、楽しい、ね、ことを、ね、あるということなんですね。そうですね、はい、フレンドリーなメンバーということなのでね、はい、ライブ会場に行って、そしてみんな見てみ、いただければと思います。はい、ということで、なんだったっけ、フローズンケーキバーですね。はい、じゃあここでじゃあジングルいきましょうか。木下正明のミュージックパレット。木下正明ミュージックパレット特別版をお送りしております。ちなみにね、今のジングル長谷川ギターさんなんですけどもね、はい、この番組の名前は木下正明ミュージックパレットですから。ノーマイヤーノー、超大事ですね、超大事。大事、覚えてください、はい、ということで、はい、今日はですね、この方々と一緒にお送りしております。フラフボールギターボーカルのヤッポンです。はい、ベースの吉田です。市内でイベントをやってるハガです。木下正樹です。流れに乗っちゃいました。ということで今日はね、賑やかに、はい、ね、先ほどは、ゆうきさんにね、はい、スポットライトを当てていろいろ聞きましたけど、
ここからはね、フラッフォール。フラッフォール。そうね、あのお二人、はい、いろいろとね、はい、お話を伺っていこうと思っておりますけども、はい、今年の3月ですね、ミュージックパレットに朝から来てくれて、ね、はい、散々ね、いろんなこと言って。いやいやいや、ちょうどあのファーストシングルの、はい、宣伝も兼ねて、はいはい、来たわけですけども、2回目ですね。2回目、ちなみにスタジオが隣からお引っ越ししました。はい、どうですかこのスタジオ。いや広くて、うん、いい感じだと思いますよ。言葉が出なかったですけど。はい、そういうことでね、なんかそんな話してました。じゃあ曲に行きましょうか。違う。早いっす、ちょっと。もう3月でしたから、どうですか、あれから活動して、いろんな活動してきましたけれども、はい、こんな活動しましたとかってあります？まず、3月に自主企画田中の乱を開催しました。行ってましたね。はい、無事に終了することができましたね。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました、おかげさまで。それから、それからそうですね、東日報さん、あ、載ってました。あ、見ました。見ました。取り上げていただいて、取り上げていただき、本当にあれね、2月にヤッポがゲストに来た時に、はい、確かその時バタフライエッジが足踏みに乗ってて、はい、乗せてください的な、ね、アピールをしたんだよね。多分その力だと思うですね。あ、じゃあこの番組のおかげで本当にありがとうございます。俺の方には話来てません。どうですか周りの反響は。普段ライブに来てもらえてない層というか、例えば会社の方々とか年配の方々がすごく新聞を通じて私たちのことを知ってくれて、で私の周りでは結構CD 売ってくれっていう声があったので、おかげさまで、はい、日本に住んでるってことですね。吉田さんは。そうですね、僕多分体はでかいですけどもあまり気づかれないらしくて。はい、やっぱりこうやっぱりこうボーカルのやっぱりイヤポンに結構やっぱり新聞見ててもそこにやっぱりこう注目いっちゃったのかなって感じで、僕は出てたんだぜ、うふふ、心の中で笑ってます。はい、まあ、フラフボールね、あとね、ドラム職人の三上さん、そうですね、そして強烈キャラクターのね、毛玉がいますのでね、いつラジオに出てくれるのかなと。ですよね、私も待ってるんですけどね。あ、そうですか。なんで寝てないです今日は。寝てない。待ってました今日。あ、マジっすか。ショックです。すいません。今度はぜひ。はい。喋、はい、る練習させてから、はい、ね、連れてきます。なんだこれ。ゆうきさんから見てフラフボールって、はい、どんな印象あります？こうその始めた当初からすごい見てるバンドなんですけど。なんか毎回かっこよくて、ちょっとヤッポンさんがセクシーでみんな言ってるんですよ、陰でこそこそと。みんな陰で言わなくてもね、堂々と前に出てね、ヤッポンセクシーって言わないでよね。でもなんかかっこいいバンドとかだとやっぱり緊張して話しかけれない子が多いので、うちは知ってるから話せるけど。いやでも昨日ちょうどライブだったんですよ僕ら、はいはいはい、ライブで多分僕たちとは知らないおじいちゃんがいたんですよ、はい、ほうほう、おじいちゃんがですねすごい乗ってくれててライブで、やすよちゃんって言ってくれてて、大きな声でやすちゃんやすちゃんって言ってくれましたよね。僕もなぜか吉田くんってどっから知ったんだろうって思ったんですけど。はい、ちょっと感謝。初対面の人だったんですか。初めてじゃないですか。初めて、はあ、すごいですね。そうなんですよ、そこまで広がっていったんですよ。おじいちゃんが、おじいちゃんが前ですごいノリノリ。はあ、でもね、そういうね、お客さんがいるっていうのもありがたい。すごい嬉しかったです。そうなんですよね。、はあ、すごいですね、そんなおじいちゃん人気のフラフボール。ではね、早速にじゃあ気にしないでください。おばあちゃんもいますからきっと。フラフボールの曲をね、お送りしましょうか。じゃあ、ヤッポンに、はい、曲紹介お願いします。はい、フラフボールで冷たい午後。君といつか一つになり、真っ白いところへ行きたい。
冷たい午後お送りしました。ではね、あの今更ですけども、はい、フラフボールの、はい、プロフィールをヤッポンさんが、はい、噛まずに、はい、よやってくれると、はい、噛まずにやりますよ。よろしくお願いします。はい、私たちフラフボールは2012年4月に結成しました。ドキッで早いっすよ。ウェって言ってめっちゃ早い。ギターボーカルの私岩立を中心にかねてより親交のあったギターの佐藤、まあ、ケダマンですねとベースの、はい、今一緒に出てます吉田、はい、あとはまあ初代のドラムが集まり結成しました。はい、で今のメンバーになったのがちょうど2013年の8月で今で1周年です。お、はい、不器用ながらも生きるダメですね不器用ながらも生きる現代の人間の感情を切なく時には激しい音に乗せた4人組のロックバンドです。よしよし聞けるのは嬉しい。確かに歌えるんですけどね、そらそらこの中で一番出てるはずそうなんですよね、ちょっとチューニングが合わない滑舌の、ね、チューニングが合わないんですよ。でもね、ヤッポンさん一人ライブ出てる時もね、よく喋ってよく噛むんですよ、ね、そうですよ ね、みんな結構期待してるんですよ、ま、私もすごい期待してる特にあのマンブルズのライブ行くと俺も噛む人間なんで、うんうん、木下が今回は噛まなかった、うん、ヤッポンに期待だなそうなんですよ、そうなんです。私なんで自分の曲のタイトル噛みますからね。確かに風の方にありましたねそんなね、噛む。でもね、人間だから噛むんですよ。そうです、ね、完璧な人間なんていないですよ。不器用ながらにね、生きる現代人のね、はい、感情で、ね、私たちは表現してるんですよ、いいように。俺はフラフボールじゃないんでそうですね、そういうことでね、フラフボールはこの、はい、リングには何回目ですか。初めてなんですよ。初めて、はい、初めてなんですか。初めてなんですよ。初めてです。どうですか、あの意気込みとか何かあります。そうですね、ボリューム1からアプローチが来てたんですけども、うん、なかなかこう折り合いがつかず、今回ようやく出演できるということで、うん、本当にですね、山形のフローズン劇場もそうですけれども、はい、リングというイベントをですね、盛り上げようと、うん、気合い入れて臨みたいと思います。はい、ありがたい。すごいね、おありがたい、ガッツあるね好きな人たちばっかり対バンなので、え、一番初めに出るにも、あですね、栄一郎さんはいつも私にピックとか打ってくれるんでそういう関係なんですかそうなんですよ。ピック買いませんか、想像つくなメニューかも、ね、こう見ると音源も今聞きましたけど、本当楽しみなメンツが揃ってますね。そうですね、すごい負けない感じでいく感じですかね。はい、じゃあいつも以上にケダマンが、はい、動くということで。そうですね、じゃあそれに期待して、はい、頑張ってください。 あと三上さんの職人、職人芸ついでみたいな感じで言いましたけど、この日に見に来いと、はい、でね、ことはで6組出るってことですか。そう、ライブ自体が。そうですね、うん、6組で、今回のライブの鳥を飾るのが、うん、あ、ザ・ランジェリーズです。はい、はい、ザ・ランジェリーズ、はい、プロフィール、そうです、ね、紹介してもらってよろしいですか。うん、大丈夫です。だいたい20代後半から30代前半の男の人たちがやってるバンドで、ものすごいかっこいいロックな、うん、私が一番初めて好きになったバンドです。すごくかっこよくて、うん、1回目も出ていただきましたが、もう言葉にならないくらいすごいかっこいいので本当に見ていただきたいですね。ランジェリーズは私も見ました、何度か。本当にお手本になるっていうか、すごいかっこいいんですよね。かっこいいですよね、本当に超かっこいい。懐かしい感じもあるんですけども、心にぐさっと刺さるようなね、うん、メロディーがいいですね。オーディエンスをこう巻き込む力っていうんですかね、サウンドが本当にすごくて、
何回かこう対バンする機会があったんですけれども、やっぱすげえなーって。今俺それ言いたかった。あ、本当ですか？言いたかった。言ったもん勝ちっすよ。巻き込む力が。本当にあのバンドかっこいい。かっこいい。楽しいんですよね、ライブが。本当に。みんな動きますからね、お客さんが。このライブをもう締める。まあ、もったいないですね。ランジリーズがそういう風に締めちゃうってことで。これまだ見たいって感じになりますよね。そうですね。でも今回の出演者はもう皆さん全員鳥を飾っていいような方しか出ないので、自信のあるイベントになります。エイチロもですか？はい、すごくちょっと飛びますね。エイチロ鳥飾ってもいいようなアーティストになったんですね。嬉しい、そうですね、嬉しいな。何様だ俺たちけど、Aちゃんファンに殴られて俺。いや、ということでね、ではじゃあ最後の曲を誰に紹介してもらいましょうか。じゃあ私が。了解です。じゃあいきます。ザ・ランジェリーズでアルコールマーチです。ランジェリーズアルコールマッチをお送りしました。かっこいいですね。かっこいい。これ生で見たらもう本当に盛り上がりますね。噛んだよ俺。自分で噛んだよ、ね、待ってましたって感じで。やったって言われ、やったって今聞こえた。本当にこの人は。ということでね、ライブ詳細の方をね、
あ、はい、お願いしていいでしょうか。と9月6日土曜日、青森サンシャインで5時15分からオープンスタートでやります。まずトップバッターが、高校1年生のコピーバンドが出てアコースティック、バンドいっぱい出ます。ワンドリンク、あ、ドリンクないですね。今回ドリンクないので、こう学生の方はとワンコイン500円で入れます。で当日券とか前売り券もないので、と当日急に来ても1000円で入れます。なのでぜひ来ていただきたいと思います。本当に来てください。ということでね、リングですね、はい、9月の6日土曜日です、はい、会場が5時15分と会場もスタートも5時15分です。5時15分、はい、チケットが、学生が500円、はいはい、そして一般が1000円、はい、ということですね。なんかたくさん集まってね、盛り上がるライブになったら嬉しいですね。そうですね、はい、私もね、断言できませんけどね、時間ができたら行きたいな。来てください、来てください、時間を作って。3番手あたりから見ればいいのかな。あ、そう、一番初めからいた方がいい。あ、そうですね、一番初めの高校生の、じゃあワンバイトっていう、うん、はい、バンドが出るんですけど、うん、そうです、かっこいい名前かなってこと。ワンナイト、まだ高校1年生、ワンナイト高校生、バイト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 、ワンナイトなんか意味が違う、一夜じゃないですか。高校生がそんな、なんかひどいな、高校生だなと思いながらね。じゃあその高校生見た後に、じゃあ俺一回外に出てます。A ちゃんの時に、 A ちゃんです、 A ちゃん見てばいい、見てくださいよ。見ましょうよ。A ちゃんが寂しがると思います。そうです。あ、そうね、はい、ない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 。いやいやいや。でね、そんな感じで、三番目が、ビーミングチャップリン。で四番目が、フローズンケークバーで、5番目がフラフボール、はい、で最後がランジェリーズです。おお、いいですね。かっこいいバンドしか出ないです。そうです。みんなかっこいい。そうです。ということですね。9月3日ですね、はい、気合い入れまくりということで、そうですね、はい、ではね、このラジオを聞いてくれている皆さんにメッセージをね、どうしようかな。じゃあ吉田さんから。そうですね、フラフボール、市内のライブはもちろんそうですけども、先日は虹のこうロックフェス2014、はい、黒石の方で行われたんですけど、そちらにも参加しました。そうですね、それからまあ今ホームページメルマガを始めたんですよ。フラフボール、フラマガというタイトルですね。フラマガ、はい、ライブ情報はもちろん、活動のことをメールでお知らせするとともに、サウンドクラウド、オーディオリーフ、そして Facebook、Twitter、YouTube、 いろいろと始めております。すごいですね。そうなんですよ。 YouTube ではですね、今月からフラフボールチャンネルという名前のもと、15分ぐらい のライブ映像も入れ、ゲストを交えたトーク、そして、メンバーそれぞれの持ち込み企画、そういうのをこう入れた15分ぐらいのですね、番組を今月1で配信していこうと。そのコーナーで一つヤッポンの早口言葉って、ね、それいいですね。やった方がいいです、はい、うん、はい、それ入れときます。その回はゲストですよ、はい、木下さん。あ、そうですよ、出てください、うん、もうその回ゲスト、お断りします。2人に早口言葉しましょう、はい、じゃあ真面目な話そんな感じなので、今後ともフラフボールよろしくお願いします。はい、ではね、ゆうきさんですか。とですね、リングボリューム3今回やるんですが、ぜひ来ていただきたいっていうのと、毎回不定期ではあるんですが、ゆるく活動をしてますので、ツイッターアカウントもあります、ぜひ見てください。よろしくお願いいたします。はい、ではね、はい、ヤッポンさん、はい、しっかりとビシッと締めてもビシッと、ちょっとライブメモメッセージじゃなくて告知か。告知を含めたメッセージいいですか、ね、はい、はいはい、私たちフラフボール一生懸命活動してまいりますので、これからもどうぞご愛顧のこと、ご愛顧のほどよろしくお願いします。そんなフラフボールなんですけれども、一番新しいライブがですね、8月30日、うん、土曜日の、マンブルズでの What Color Vol.
3じゃないや4というぐたぐたなというイベントに出ます。このイベントはですね、フラフボール4人じゃなくてギターのケダマンと私とで2人でフラフボール H として、 H はあの半分のハーフの H なんですけど、としてユニットで弾き語りしますので、もしよろしければ興味ある方は遊びに来ていただけたらなと思います。はい、こんな感じです。素晴らしいね。あ、よかった、素晴らしいゲストがいましたので、じゃあ私の方からもね、はい、最後に告知しようと。おーますよ。ヤッポンがライブする8月30日、はい、私はその日外ヶ浜平田手の方のケントデゲデゲ音楽祭ボリューム9に出演します。私の出番はですね、夕方の5時55分から予定になっておりますのでね、あれは お台場ですね。そうですよね、はい、外ヶ浜のずっと行ってもらいますと、ね、そういうキャンプ場がありますので、ありますね、そこの駐車場でやりますのでね、それを見てからね、フラフボールのライブ間に合います、間に合います、バイパスありますから、ね、間に合います、間に合います。その日は木下ボールまたセーフになった動揺してますダメだな、木下正明でね、出演しますのでね、外ヶ浜の地いいですよ、いいですよね、地元なんですよ、わ、私も母方の実家なんです。え、マジっすか。マジです、ね、意外なつながり、外ヶ浜同盟ですね、同盟ですね。じゃあその後いろいろ喋りましょうか。そうそう終わってからね、はい、ということでね、まあ、この番組はね、その 9月のね、6日のねリング紹介という特別版ということでした、はい、ありがたい、はい、ということでね、今回のゲストはフラッグボールのヤッポンこと岩立康代さん、はい、そしてベースの吉田司さん、はい、そして、はい、リングのねイベンターというかでいいですよね、はい、羽賀祐樹さん、おお、言えた、すごいを、ね、ゲストにお迎えしてお送りしました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、エンディングまでお付き合いください、はい、ここでジングル。木下木下まさきのミュージックパレット。木下正明ミュージックパレット特別版エンディングとなりました。エンディングはね、この2人のバンド言ってください。フラフボールギターボーカルのヤッポンです。曲紹介じゃない、曲紹介じゃない、自己紹介じゃないですか今。すフラフボールでタイニーソウルです、はい、すいません、ボーミス、この人聞いてねえな、ミュージックパレット。すいません、自己紹介失礼します放送事故フラグボールタイニーソウルに乗せて滑っていきます。すいません、本当に入っちゃったよ、そこすごい面白い。この放送はパソコン、スマートフォンから聞くことができます。青森ラジオクラブ青ラジで検索してください。ご意見ご感想もよろしくお願いします。電子メールで air@aoradi.com air@aoradi.com です。よろしくお願いします。 YouTube で過去の放送を聞くことができます。アオラジトップページにエアプラスのバナーが貼ってあります。そこからミュージックパレットの画面をクリックして聞いてください。過去の放送ね、やっぽんね、恋バナとかね、そうですね、あとね、吉田さんのね、熱い音楽、ね、
音楽を始めたきっかけとかね。まあ、常に汗かいてますからね。暑いですかね。今も。はい。私もね、暑い。こんなね、回がありますのでね、聞いてください。聞いてくださいね。あ、聞きます。絶対聞きます。はい。なお、青森ラジオクラブでは、全国で活動しているアマチュア、インディーズミュージシャンの音源を大募集中でございます。青森ラジオクラブホームページを見てお寄せください。こういうアーティストいるよでもいいのでね、ちゃんと許可取って送ってくださいね、はい、よろしくお願いします。次回の更新は9月12日金曜日です。その放送は一人でやります。もしね、はい、遊びに来てもいいですよ。寂しくなったらぜひ呼んでください。もう次もグラフボールスペシャルやりたいぐらいですか。4人いつ撮るんですか。私はあのケタマンさんがひたすらトークするってどうですか、一人で。あ、いいですよ、私いませんけど。そういうあれ、ちょっと俺とプロデューサーの外でずっと見守る感じ。放送事故起きました、これ。終わったって感じで。うん、でもね、来てくださいよ、本当に4人、はい、で、ゆきさんもね、あ、来ます、来てね、呼んでください。呼んでください、呼びます、呼びます。ライブね、なんかリングまたやりますとかで。そうですね、ゆるくやるんで。ゆるこのメンバー見たらゆるいメンバーじゃないですか。自分本気のね、メンバー。そうですね、あのたまにやるからこそ本気の。あ、そういう人間になりたい。たまにやるからこそ本気の本気を出す、若干ゆるい感じで今日やってました、ね。まあ、最後になりましたけどね、何か言いたいことあれば言ってください。はい、曲が流れてる間に。そうですね、とりあえず木下さんとあの外ヶ浜の、はい、トークは終わってから、終わってからしようかなと。外ヶ浜市ね、いろいろな話をね。そうですね、ブニが美味しいし、ブニ美味しいし、ね、白野も合いますよね。もう今話しちゃってますけどちょっと、ね、外ヶ浜さんの煮干しとかもいいんですよね。あ、いいです ね、そんな話を終わってからやりましょう。なんかゆうきさん、なんかありますか。そうですよね、でもリング以外もいろんなイベントがあるんですよ。で、かっこいいバンドばっかり出てて、私も足を運んでいるので、皆さん絶対来てください。ゆうきさんもね、ここのね、ライブパレットもね、見てもらいたいなと思います、ね。名前は知ってるんですけど、やはり。来ようね。見ます。聞きます。ね、やっぽさん。はい、これからも本当にフラフボールよろしくお願いします。真面目か。最後は構わないですね。そして本当にあの今日噛みすぎてごめんなさい。それがやっぱです。やっぱこれ噛まなかったら具合悪いのかなと思っちゃう。逆に逆に。ちなみにゆきさん、どうですか、このラジオ出てみて。あ、すごい楽しかったです。ちょっとっね、楽しかった。ブーって押したかったです。はい、どれを踏んでいくと、こっち押せば。わざと噛みますからね。え？わざと噛みますから。終わっちゃってる。そういうことで、木下正明がお送りしてきました。ミュージックパレット。早い。はい。ということでね、今日のゲスト。はい、フラフボールベースの吉田とフラフボールギターボーカルの岩立とリング主催者のゆうきです。はい、そして気分ナビゲーター木下正明でお送りしてきました。最後は、このコーンでお別れしましょう。せーのでわかるかな。せーの、ヘバナー。